お互いに愛し合うようになったのはいつ頃からだろう。同じ自動車で二人きりになっても、片方は常に運転席におり、ナナは後ろのシートである。呼ぶときも、お嬢さんと自負のような何気なさだ。目に物を言わせたり、暗闇で接吻したり、手を握りたがったりするような、そこら辺の若い青年たちと違う。主従という身分的な鍵があるからだと言ってしまえばそれまでだが、夜、車で送られて家へ帰ってきた時など、車のドアを開けてくれる守屋の傍らに降り立って、一瞬その胸の陰にいると、限りなく、懐かしく、温かく思えるのも不思議だった。ことに、ナナを愛しているという青年たちと、思わせぶりな何時間かをレストランや劇場でベトベトと送った後では、守屋の静かな胸と微笑は、限りなくすがすがしく感じられた。それでいて、ナナが自分の方から守屋を愛していると打ち明けたとき、守屋は何のためらいもなく、ただ、私もでした、と答えた。それは礼儀正しく、しかも思いの込められた答えだった。恋し合っている二人は手も取らず、無論抱き合うということもなかった。しかしナナはその瞬間、胸いっぱいに二人の周囲を吹きすぎる爽やかな夜風を感じ、満天の星の輝きを頭上に見た。そしてほのぐらい本当の影で、野獣のように青く澄んだ守屋の目の中に、もう一度ナナは男を感じた。お嬢さんと呼ばないで、二人だけの時はナナと言って。そう言われて初めて守屋は照れたように微笑を浮かべた。そう言われるなら、お嬢さんはやめます。しかしそれ以来、彼はナナのことを何とも呼ばなくなっただけであった。彼は愛したからというだけの理由で、今までのお嬢さんを急にナナと呼び捨てにはできない物語さがあったのだ。守屋は急に広い道の端に車を止めた。窓を少し開けても寒くはない？どんよりと曇っていたが、寒くはなかった。自動車の内部はヒーターで暖かすぎるくらいだった。ナナが首を振るのを見ると、少しだけ彼は車の窓を開いた。引き入れられるような静かさが山の声だった。疲れたら変わりましょうか。この灰色のオースティンは1年ほど前、マニワがナナに買い与えたものだった。もうすぐ薄い峠ですよ。道が凍っているかもしれないから。
ナナに運転を教えたのは、モリアであった。サメズの警視庁試験場へついて行ってやったり、最初の一月間、隣に座って、ハンドルの切り方をさらに訓練したのも、彼であった。それから1年以上も経っているのに、彼はまだ、ナナの腕を信用していなかった。この車の中で、二人の心が近づいていき、お互いに離れがたく思う恋が実ったというのに、運転に関する限り、彼はいつまでも小さな子供のように、ナナを頼りなく思うらしかった。守屋純吉の表情には、緊張と苦悩の色があった。彼はぼんやりとポケットからタバコを出してライターの火をつけた。どうぞ、と言われるのを承知で、タバコを吸ってもいいですか、というような当世風な礼儀については無頓着であったが、今日は一層心ここにないような感じだった。何が気になるの？後悔してらっしゃるの？気にしています。教会で式を挙げたら必ず東京へ電話してください。心配しているに決まってます。あなたはいつもそうなのよ。先のことは考えなくていいの。他の人のことも考えたくないの。私たち二人だけのことを考えていたいわ。モリアは火をつけたばかりのタバコを自動車の灰皿ににじり捨てた。二人になれて僕も嬉しい。モリアは突然ナナの手を激しく掴んだ。ナナはモリアの背広の肩に頭を持たせかけて目をつぶった。だけど僕は逃げ隠れするのは嫌だ。ナナは目をつぶったままそっとモリアの顔を片手で探した。最初に触れたのはネクタイを締めないワイシャツの開いた襟元から伝わってくる引き締まった首の感じだった。それからナナは健康ないくらかヒゲの伸びかかった方を探し当てた。その途端車は静かにスタートした。タイヤは砂利道の細かい振動を伝え、フロントグラスはポツリポツリ降り出してきた雨にうっすりと積もった埃を泥に変え始めた。ナナは何度か通ったことのあるこの峠を今日は途方もなく長く感じた。雨は雪になってきたし、道はところどころ凍っていた。スリップを防ぐためにモリアはセカンドギアで一定の速度を保とうとしていたので、とても急ぐことはできなかった。峠を登り詰めれば、あとは軽井沢まで、なだらかな下り道だった。冬ならば人気のない、灰色のドライブウェイである。教会は中軽井沢から間もなくのところだった。ネクタイもしていない花婿と、花束どころか一本の花すら持っていない花嫁が、たった二人で結婚式を挙げる。ナナは微笑した。どんなに速度は遅くとも、車は一秒ごとに目的地に
近づいているのだ。